どうもこんにちは。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。あらすじからスタートしています。まあ前回っていうかだいぶ古いから見てくださっている方は多分このルーフ作業のこの作業を見ていると思うんですけど、まあこんな感じでちょっとわからない、見てまだ見てない人のために一応こんな感じで作ってたっていう感じで、動画にしました。まあこれは振り返り動画なんで、まあ結構端折ってるんで、まあ細かい部分を見たい方はぜひ、カードかなんか差し込んでそこをクリックしてもらったらそこから見れます。まあ、こんな感じでちょっと R をね作る際に、まあ、結構一撃で曲げることができなかったんで、まあ、こういう感じで分割式で曲げていってでパネルを貼ってっていう感じで、まあ、これが骨材、後の骨材になるんですけど、まあ、こんな感じで結構手間かけてやってたって感じですね。まあ、一気に貼れんこともないし、まあ実質今思えば発泡レタンでいきなり成形しても良かったんですけど、まあこの時はまあなんでしょうね、 FRP も結構やってたけどここまで細かいのでやってなかったんですよ。だからまあちょうど見せれるしいいわって言ってちょっと遠回りやったんですけど、こういう感じでしました。で時にはまあさっちゃんに手伝ってもらいながらね、作ったんですけど、まあこのパネルが3分割式になってて前から真ん中後ろって感じで順番に実は作っていった感じですね。でこの時はまだ前パネルがついてたんですけど、後にこっからも出入りしたいなということで後でこのパネル前を取り外したんですよ、切ったんですよ。だけど今思えば切らん方が良かったなと思って、結局、バモスからそのままトレーラーに行くことないなと思ったんですよ。もし行けたらね雨にも濡れず便利かなと思ったんですが、まあそれは作りながら結構勉強しかなかんなって感じですね。でまあこんな感じで前と、真ん中って感じで接続していって、この段階でやっと3つ揃ったって感じですね。いやーここが一番大変でしたよ。ほんまに行ったり来たり行ったり来たりの繰り返しでした。というわけで今日も一日やっていきます。最終章、皆さんここまでありがとうございます。ここの作業場の限界を迎えようとしている、そんなことを考えながら一気に仕上げて形を見せるか、休止を選択し古民家探しを頑張るか、これは転機かもしれない。まあとりあえず削りに削りまくってちょっと穴が開いたり薄くなったとこを補強する意味で FRP を貼っていきます。で雨漏り絶対したくないんですけど案外雨漏りするんですよ FRP って。だからまあこの段階でね船を作らんでよかったなと今思ってますけどね。結構発泡レタン流したらわかるんですけどちっちゃい隙間からブチューって出てくるぐらいなんで、あ埋めれてるようで埋めれてないって感じですね。ここを塗装任せにするとちょっとダメなんで自分がちゃんとしっかりやらないといけません。ということで、まあ今日はね、もうルーフのシルエット完璧に出していきたいなと思ってて、で前回ですね、ここ壁が立ってないんで、今日はここに壁を立てて、もうシルエットを大体やってできて、であとは綺麗に成形をしていく準備までいきたいと思います。これでトレーラーは。ほぼ完成、外観完成ですね。であと前パネルを貼るんですけど、前パネル貼ってもうほぼ終わりかなということでやっていきます。そしてアルミのフレームをやってここにまあ前の壁立てをするんですけど、バシッとしたマスクのものはこれしかなかったです。いやーちょっと寒いですね今日は。というわけでとりあえず湯から貼っていきます。そしてここに FRP を貼っていくことでまあぴっちりとした FRP の壁が出来上がって、これでルーフの全面壁立て完了って感じですね。ここを立てなかったのはまあ理由があって、
前パネルのクリアランスをちょっと見たかったんですよ。でこれ今いけるなということでもう貼っていきます。いやここまでが大変でした。よっしゃ、これが最後の抜けてたパネルですね。ここ、一応もうはめたんで、上に一回乗せてはまること確認したんで、もう垂直に棒を立ててまっすぐなパネルを作ります。まあ、ちょっとこれもったいない使い方ですけどね、アルミの。まあツルツルなるんでこれと。で一旦これで全て貼り終えましたね。であとはいらんとこをカットして、まあ、板金作業して、天井の継ぎ目の成形をして、で上にかぶせてって感じでやってきます。その他にもね、まあちょっと細かい部分は結構探しあるんですけど、まあまあまあいいでしょう。そして懐かしい発泡ウレタン30倍やっていきます。これも取材からとりあえず入れて硬化剤乳液なんで、後から濃い方を混ぜてっていう感じで、かき混ぜた瞬間から膨らむんで、まあ、ある程度計算しながら、僕はちょっと下目に流したかったんで、半熟の状態でもういきなり流しました。あ、それでももうこうやって吹いてきますからね、もうここはスピーディーさが命です。あ、昔発泡ウレタン使ってたんですよ。エアロ作りの時にまだFRP も知らない時ですよ。あの時知らないから一気にこのカンカンの A 液 B 液を混ぜて大噴射したことありますよ。こんな感じで膨らまし完了って感じで、まあ、膨らんだらしっかり固まらして乾燥させて、あと削るって感じですかね。いやーもうちょっとだ、やる気が出てきました。よっしゃ、膨らんだな。よし、今日はこいつを、まあ、軽く成形していくか。
に染み込まして、まあ、ここでアエロジルといってガラスパウダーを混ぜたりタルクパテをまあ作ったりして隙間を埋めたりとかするんですけど、まあ、今回ほとんどまっすぐ面が出てたんでこのままFRPを散布していきます。本来ならば樹脂のとこに粉を混ぜてやる方がやりやすいかもしれないですね。ぴったり出てれば問題ないです。よし、あったぞ。よし、これが固まったらまたパテ入れてほぼほぼ最終成形に向かっていきますね。長かった。で、完成したらこの上に乗せる。それでは表面のまあ細かく出たケバケバとかあの辺をヤスリで鳴らしていきます。あ、これしないとね、上からパテ入れたらピョコンと出てくるんですよ。非常に邪魔なんで、こいつは除去します。あ、こんにちは。今日お仕事ですか？はい。魚釣りダメやったみたいね。あ、雨でね。ねえ、釣れやね。ねえ。大変やね。飽きませんでしょ。また次回釣ってくるんで。応援に期待しております。そして、隣のおばちゃん登場。いや、本当にいい人でね。もう、僕は一回もそんな、なんかこういうことしてクレームもらってないんですけど。いやー、なんか、いろんな食材くれたり、めっちゃいい人なんですよ。で、ほんと感謝します。まあ、そんなことでとりあえず継ぎ目のヤスリ掛けをしたりとか、いろんなとこちょっと削っていろいろ考えながらやってますね。まあ、若干気に入らない R がちょっと一部あって、その部分全部まあ除去するべきかどうかっていうのを今ちょっとこれでテストして試してます。まあ、結果サイドオーニングとかもつけるんで、まあ隠れるかなとは思うんですけど、ただなんかどうもそれが気になるんですよね。外した時のことを考えるとみたいな感じで、で気に入らないところはもう結局切除しました。なんかちょっと膨らんでたら嫌ですね。ある程度成形できました。で、今からこの段差のとことか、まあ、発泡折れたんできちんと形状を出して削って FRP 貼ってって感じで、ほぼ形状も出てるんで、まあそんなに、時間がかからんかな。そうですね、あとちょっときれいにまっすぐにしてやっていきます。もうすぐゴールやで。混ぜた瞬間に固まります。急げ。そしてもう一度発泡ウレタンをしていきます。次ちょっとだけ硬化剤を多めにしました。
でこれでまた細部まで流れてくれるの違うかなというふうに思います。あとちょっと硬くなるんですよ、まあ、そういうことも含めてこういう作業をしてます。まあ、案の定いきなりブクブク膨らんで危ないとこでしたよ。よっしゃ。で、この横形状もモリモリしました。ここは平滑にして形状決めたら、まあ、上にファイバー貼って板金作業みたいな感じなんで、であとここですね、ちょっとここ修正しました。なのでここに発泡板持ってちょっとかまぼこじゃないけどポコーンと刺したいなと思ってます。あのここにかまぼこがあるとルーフが強くなるんで、前側につけます。で、またちょっと未定なんだけど、まあ、天井に、ね、ソーラーパネルをつけようと思ってて、今この段階では人が乗っても全然壊れないんですけど、ソーラーを乗せると端の方が強いんで、まあ、真ん中抜けたらそれでいいんですけど、まあ、ちょっと強度的なもんとかどうなんやろうというのが、まあ、ちょっと心配ですかね。ソーラー入れる分くぼましたらまたリブができて強くなるんですけど、まあこの動画を撮影している段階ではもうそろそろこの場所での作業をやめようかなと思ってるんで、ここではちょっとできない可能性がありますね。でここもちょっと修正しました。ちょっとだけ盛り上がっとったんですよ。ここを切り飛ばしてもう一度ここを再整形していきます。この辺の周りはねほぼ完成で、前ここにエアのディフェーザーみたいなこう形状をつけとったんですけど、もうそれで廃止しました。廃止しましたね。撤廃、あの塗装する人がちょっと大変かなと思って、あのモデルチェンジしていくときに細かい修正していきましょうかね。まあ、いきなりバーンっていろんなことやりすぎるとついね第2弾第3弾でそんなに映えなくなっちゃうんで、まあ、それも考えながらって感じですかね。いやとにかくでかい。でももうちょっと頑張ります。